晴れた頭はもう手遅れ。 B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするタッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、1週間始まって2日目ということで、めちゃめちゃまだまだじゃんって感じですね。はい、お疲れ様です。はい、私あの明日休みいただきますので、もう今日はもう、はい、はい、こんな感じでやっぱちょっと寒くなってきたですね。やっぱきちな、なんかな、体もきついっすね、なんかね。はーい、でお酒も飲みすぎるということで、多分お酒飲みすぎてるところだけだと思います。はい、昨日ですね、サボシマさんもライブしておりました。デチコさんもライブしておりました。はい、でそのデチコさん、はい、グリーチャーがいっぱいできたということで、ゲリラ販売会をされてたみたいで、あっという間になんか売れたそうですね。はい、よかったよかったっていうところで、はい、私はもう販売会の最後ら辺のところでですね、ちょこんとこうお邪魔いたしまして、はい、もうすいません、なんか嫌がらせのごとくですね、はい、結構時間を延長させてしまったんじゃないかなとかって思うんですが、はい、まあ楽しかったです。はい、まあライブの内容はね、内容っていうか、話してる内容はもう本当しょうもないことなんかもしれないんですけど、はい、デチコさんのツボをこうなんかくすぐったというかですね、はい、それだけでも昨日は良かったんじゃないかなとかって思います。はい、で、あとどうでしょうか。結構気温下がってきてる。今日ですね、ちょっとあの、歯医者なので、いつもの時間よりもちょっと早めにあの出発してるんですけど、やっぱこの時間帯が、今ですね、7時、まあ8時ちょっと前ぐらいなんですけど、やっぱこの時間帯が皆さんがこう、活発にっていうか、結構多いんですね。やっぱそうなんですね。だから車もやっぱ全然違うっすね。多いっすね。はーい。欲しいですよね。もう30分とか1時間とか違うだけでこの風景が違うっていうね。はい、人が動きを時間にこう動くとやっぱそれじゃない時間に動くってやっぱ全然違うんですね。はい、まあ当たり前なことなんでしょうけど、はい、そう思いました。昨日はちらっとポストずっと見てましたけど、結構 見れてるようで見れてないんすよね。なんか追っかけでこうやってたのを覚えてるんですけど、なんか変わっとんねとかっていうのは、そうですね、ゆうパパさんがボンバックスをね、なんかお迎えしたみたいで、なかなかいい形のこっちやつを、迎えてましたね。だいたい ああいう形が多いですね。なんかちょっとこう、オベサって言ったらなんかちょっとイメージがちょっとわからないかもしれないですけど、なんかちょっとこうさつまいもだとかじゃがいも系の形のボンバックスっていうのをなんか結構変えてるみたいですね。あとなんかもうひょろっとね、ちょっとやっぱまだもうちょっと膨らませたいなっていうような形のやつとかですね。あ、そうですね、植物で思い出しましたね。昨日の K さんが、発足しておりますピグエマエ、もういいかね。はい。それ調べたんですよね。ヤフオクとかで。はい。ちょっともうね、名前がちょっと読み切れんで申し訳ないですけど、冬型なんですよね。歯がぷくっとなったやつで。はい。ありましたね。まあ、2000円ぐらいだったかな。どうなんですかね。欲しいっていう形ではないのかもしれんですけどね。欲しいっていう人から。でもまだちっちゃいということなんですけど、とりあえずありましたね。ブリムさんって言ってですね、私のフォロワーさんがちょっと雪地2枚じゃ無理やったとか言って言うけど、まあそれ以上のなんかいい株なんでしょうね。昨日も話しましたけど、冬型高いな。で、やっぱ管理も難しいんでしょうからね。基本放置でいける植物が最高じゃないっていう感じですけどね。あんまりかとか言うと思うんですけどですね。でもうちの植物ほぼほぼ放置ですよ。はい。で、朝日を浴びてね、もうそこでずーっとやるんで、そっちの方にやっぱ葉っぱとか傾いていくっていうことですね。そう思いますが、ということで、はい。今日はちょっとネタがあんまりないんでですね。はい。じゃあ、この続きは YouTube で。デチコ美術。
敵コピー術。デチコデチコデチ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 コピー術。はい、パキポキさんのぼやき後書きです。はい、昨日完璧に飲みすぎてますね。今日はい、もう全然話がもう豆らない内容も全然頭に浮かんでこない。まだちょっと頭ねということはですね、はい、すいませんということで、すごく朝日がですね眩しく、はい、お前の頭じゃないかっていうぐらいですね眩しい感じで始まっておりますが、いかがでしょうか。やっぱ月曜日火曜日ときまして、はい、やっぱ月火きついっすね。で水曜日がピークっすね。はい、で木曜日来てあと1日頑張ろうかっていう感じの流れで大体皆さん動かれてるんじゃないかろうかと思うんですけど、はい、私は水曜日、毎週水曜日お休みなので、明日休みなんで何しようかなって感じですかね。はい、で結局ここでまた酒飲んで寝てね、起きた時間が、うわぁ、もうこんな時間や、はい、一日終わり、終了、カン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 っていうパターンは結構いいですよね。もうほんと休みを無駄に使うっていう感じで、はぁ、だから連休とかだと何するよっていう話やっぱなるっすね。こう、毎週、ね、なんか一日しか休みはないとですね。はぁ、でもあれですよね、昔はもう、どうでした？土日休みはなかったでしょ。なんかね、中学とか小学校とかでも土曜日はなんか短かったんですよね。確かね、時間がね。そう。で社会人になっても土曜日は出てましたよね。で日曜日だけやった。そう。だから今と変わらせんですよ。週休2日制になったのって言ったらもうちょっとしてからですもんね。なんかすごいなんか嬉しかった覚えがありますよ。うわーすげー土日休みやーって。でもあっという間にね、なんかそれも慣れてしもうって。はい、あれですよね、パートさんとかバイトさん、バイトとかやったらですね、もうその時給換算になると思うので、日割りだけですね、休んだら減るっていうところが、逆に入った方がお金になるんでしょうけどですね。はい、今なんかあれなんですかね、最低賃金っていうのは福岡で870円とかってこの前ちらっと見ましたね。はい、高くなったですね。実際の東京とかでは全然また違うんでしょうけどね。はい、なんか福岡それぐらいの金額って言ったですね。はい、実際どうなるね。はい、やっぱそれでもなかなか稼げない時代なんですね。はい、今ねなかなか厳しいと思いますよ。だからインスタとかでたまーにやっぱ来るじゃないですか、綺麗な女の人がですよ、あなたも初めて見ないみたいな感じの超強気な綺麗なお姉さんがですね、はい、なんじゃろかとかって思ったらなんか投資系ですよね、やっぱ。はい、今やらなくていつやるのよみたいなね。はい、でちょっと前になんか流行りましたよね、なんか女の人が、これを、メンションとかしていただければお金を振り込みますとかって、なんかペイペイで振り込むって言ったかな、なんかそういうのがあって、でフォロワーさんがうわー振り込まれたとかって言ったから、うわマジっすかとか言ってどれぐらい振り込まれたんですかとか言って、で聞いたら15円とか言って微妙な、何なんそれとか思いながら、はい、あれ実は名簿とかね、次のステップのための伏線やったっちゅうね。はい、
詐欺ではないんでしょうけど、やっぱそれ外からお金を生むような感じだから、自分たちの個人情報を抜き取ってその個人情報を売るみたいな、そんな感じの商売ですね。まあでもあれ結構みんなね、ストーリーとかで上げてたんで、みんな綺麗に引っかかったですね。私も引っかかったもん。もう速攻ブロックしますけどね。あれもなかなかよく考えますよね。実際本当にその人儲かったか知らんですけどね。どうなんやろうねと思います。なかなか人ってそうで、すぐなんかそういう風についていかんよってやっぱ思いますよね。そんな甘いもんじゃないと思うんです。なかなか、やっぱり今特にですね、皆さん一人一人がやっぱかなり考え方が強いと思いますんで、なかなかついていけないです。そう思いますけどね。まあ今日すいませんね、ちょっとあんまりちょっと面白いネタはなかったですね。まあ今からちょっと私は始まってるんですが、またポストを楽しみにしておこうかなとかって思っております。じゃあ明日は水曜日ということで、私お休みいただきます。すいません、皆さんは週の半ばということでまだまだですが、まあ、ちょっと気合入れていきましょうかということで、じゃあ今日はこんな感じで終わります。以上です。お疲れ様です。Take it easy.